あらみさんこにちのズッコです。それでは今回なんですけども、現金決済にこだわる理由とは、キャッシュレス派の自分なりに3つ考えてみたということで、今回はキャンペーンなどではないんですけども、まだまだですね、世の中の大半の人は、現金を使っていると思います。けど、僕のチャンネルを見てくださってる視聴者さんのほとんどは、かなりキャッシュレス派の方が多いのかなと思ってます。そして、そんなキャッシュレスに慣れてる自分たちでも、なんで未だに現金決済にこだわりを持つ人がいるのかっていうのを僕なりに考えてみました。 ま以前もスマホ決済を使わない人の3つの理由という動画を上げたので、まあ、少しそれに関連しますのでご了承ください。まず1つ目っていうのは、丸1、現金決済の場合は、現金を使った感がある。これが多分1番に来るかなと思いますね。今の自分は基本キャッシュレスに慣れてる分、 まあその感覚が今ではほとんどないので、何とも言えませんが、やっぱりお金を使った感、いわゆる現金の重さを体感できますよね。これはもう僕が勝手に思ってるんですが、まあ、たまにストレスが溜まって、それをお買い物で発散するという方をなんかネットとかで見かけたことがあって、まあそういう方のほとんどは現金決済なのかなと思ってるんですよね。 もし視聴者さんの中でそれは違うぞって意見があったらごめんなさい。やっぱりお財布にいっぱいお札が入っていると不思議とちょっとした優越感に浸れますよね。そしていっぱい現金を使って楽しかったっていう風な感じになるのかなとっていう風にも勝手に思いました。次に二つ目、安心感がある。まあ、これは結構賛否両論はぶっちゃけあると思うんですが、 安心感に関しては、この下に書いてある二つのパターンが分かれるのかなと僕なりに捉えています。一つ目は手元に現金がある安心感。そしてもう一つがスマホ決済のセキュリティ。この二つの安心感についてお伝えします。まず手元に現金がある安心感って多分あると思うんですよね。さっきの現金を使った感に関連するんですが、自分の目の届くところに現金が置いてあるとなんかホッとしたり、あとはタンス預金や金庫とかにお金を売れてるとちょっとムフフってなりますよね。これが一つ目。そして二つ目。 2つ目のスマホ決済のセキュリティですが最近はセブンペイのおかげでかなりスマホ決済のイメージがちょっと下がってしまったかもしれませんがやっぱり何も情報を知らない方からするとやっぱりスマホ決済って危ないなーって捉えてしまう方も多いと思うんですよね、まあ、けど一言僕がこの安心感について言えるのは現金の場合だと お金、お財布を落としてしまったり、もしくは金庫やタンス預金が盗難にあった場合は、ぶっちゃけどうしても見つからなかったら、どうしようも対処ができないと思うんですが、それに対してキャッシュレスの方が保証など含めて便利がいいのかなというふうに自分的には思っています。 そして最後3つ目は丸税、まあ。あえて丸の中に何の文字が入るか想像してください。まあ、これはですね、もうぶっちゃけ事業をしている方とか個人で何かしらの商売をされている方であれば一番敏感な言葉ではないでしょうか。 もうこれは勝手な僕の偏見なんですけども、飲食店とかで現金決済しかダメですよっていう場所を見かけると、思わずこの三つ目の言葉が頭をよぎるんですよね。もうこれはぶっちゃけあまりコメントはしにくいとこではあるんですけども、やっぱりキャッシュレスになると全ての情報が管理されるようになるので、それが嫌で、今でね現金決済にこだわり続けてるお店も中にはあるのかなって思います。 まあこれに関してはもう僕的には不満しかないですね。まあ世の中はフェアじゃないなって。けどまあこれ以上言うと熱くなってしまうのでここまでにしておきます。そうしましたら今回こちらですね。現金決済の場合は現金を使った感。そして二つ目は安心感がある。丸三番は丸税ということでこの三つについてお伝えさせていただきました。決して現金派の方をディスってるというわけではなくて、現金決済だとやっぱり還元ゼロに比べて、結局キャッシュレスの方が今ではポイント還元などもあるので、今のうちに使い慣れてる方がまあ増税の タイミングでうまあ今回の動画に関しては賛否両論あると思いますが何か思うことがあればですね下のコメント欄に是非書き込んでいってくださいということで今回の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました